私は日本共産党提出の修正案についてその提案理由及び趣旨をご説明いたします。2012年7月にスタートしたフィット制度はそれまで RPS 方式により電力会社に対し極めて低水準の新エネ利用しか義務付けてこなかった我が国にとってまさに画期となる制度となりました。この下で2500万キロワットを超える再エネの導入が進んだことはフィット制度が再エネ導入促進策として大きな役割を果たしてきたことを示しています。今後再エネ導入を加速するためには一般送配電事業者に接続義務を果たさせることと系統増強の義務付けが不可欠です。しかし政府案にはこの点についての踏み込んだ措置は講じられておりません。そこで政府案の問題点を解決するとともに制度上の不足を補い運用上の問題を是正するためにこの修正案を提出することといたしました。以下要旨を説明します。修正案の内容は第一に政府案では削除するとされておりますフィット法第5条のいわば優先接続を義務付ける規定を維持するものです。第二に一般送配電事業者の系統拡張義務を新設し接続保留の問題を起こさないよう系統増強をはじめとした措置を講ずることを義務付けます。この2点の修正により再エネ発電により生み出された電気が確実に系統に接続され供給されます。フィット制度があるが使えない現状を打開するものになると期待しています。第3は今回新たに導入される入札制度はあくまで試験的限定的な導入にとどめるための修正です。そもそも一定の導入量を定価の落札者から調達する入札制度は全量を固定価格で買い取るフィット制度の根幹を本質的に変えるものになりかねません。また地域密着型中小規模の再エネ事業者の参入を阻害するとの懸念の声も多く寄せられていることから対象電源を大規模太陽光に限定するとともに入札業務を行う指定入札機関に関する規定を削除することといたしております。第4は一般送配電事業者への系統拡張義務付けに伴う国民負担の軽減と原発から再エネへの転換を図るために電気料金に上乗せされている電源開発促進税を再エネ設備の設置や系統増強費用に充てることと再エネ電気の利用拡大に関わる財源について速やかに検討を行い所要の措置を講ずるものとするものです。委員各位のご賛同を賜りますようお願いを申し上げ私の提案理由説明といたします。これにて趣旨の説明は終わりました。これより原案及びこれに対する修正案を一括して討論に入ります。討論の申し出がありますのでこれを許します。藤野康文さん。私は日本共産党を代表して電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部を改正する法律案に対し我が党提出の修正案に賛成、修正案部分を除く政府原案に対し反対の立場で討論を行います。2012年7月にスタートしたフィット制度は再エネ導入促進策として一定の役割を果たしてきました。しかし再エネの割合はまだ全体の 3% に過ぎません。今求められているのは再エネ導入をさらに強く後押しするための改革です。ところが本法案は逆に一般送配電事業者の主導性を一層強め再エネの導入を抑制する中身になっており容認できません。反対理由の第一はフィット制度の根幹である接続義務規定を削除するものだからです。第5条の接続義務について経産省はフィット法制定時には接続要請は原則すべて受ける、省令の例外規定により拒否されるケースは極めて稀と答弁していました。ところが系統容量の不足を口実とした給電ショック以降の接続保留によりフィット制度があっても使えない事態がもたらされました。経産省はこの事態に対し接続義務を果たさせる責任を投げ捨てて再エネの接続可能量の算定を電力会社に委ね無制限無保証の出力抑制を容認したのです。その結果法律による義務付けが省令で骨抜きにされる、まさに脱法的な省令改正が行われました。この対応への反省もなく、いわば優先接続規定ともいえる本条項を削除したらどうなるか、再エネ導入のブレーキとなることは明白です。反対理由の第二は、フィットの買取対象となる事業者の認定制度を、これまでの設備認定から
系統連携契約後の事業認定に変更することにより、一層一般送配電事業者主導の仕組みとなるからです。再エネの導入が進んでいるヨーロッパの例を見ても、FIT のような導入促進策と系統システム強化対策を両輪で進めることが不可欠であり、その方向にこそ踏み出すべきです。反対理由の第3は、対象となる電源や規模を明示しないままで入札制度を導入することが、地域密着型中小規模の再エネ事業者の参入を阻害しかねないからです。日本共産党は2030年に4割の3割再エネ目標を達成するために、再エネより原発を優先する仕組みを見直して、市民地域主体の地産地消の取り組みを後押しする施策の実現に全力で取り組みます。その決意を表明して反対討論といたします。これにて討論は終局いたしました。これより採決に入ります。内閣提出電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。まず真島正蔵さん提出の修正案について採決いたします。本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。起立少数よって本修正案は否決されました。次に原案について採決いたします。原案に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案は原案の通り可決すべきものと決しました。ただいま議決いたしました法律案に対し、山際大志郎さんほか3名から自由民主党、民進党無所属クラブ、公明党及び大阪維新の会の4派共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。増田関夫さん。委員長、ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表しその趣旨をご説明申し上げます。まず案文を朗読いたします。電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案に対する付帯決議括弧案、政府は本法施行にあたり次の所定について適切な措置を講ずるべきである。1、再生可能エネルギーについて国民負担を抑制しつつ持続的かつ最大限の導入を進めていくとともに、中長期的には固定価格買取制度に依存しない自律的な導入を目指すため、既存の再生可能エネルギー発電設備の高効率化低コスト化や新たな再生可能エネルギー源利用に向けた技術開発実用化支援、さらには規制改革等の環境整備に総合的に取り組むこと、また今後のエネルギーミックス及び温室効果ガス削減目標の見直しにあたっては、こうした取り組みの成果を的確に反映すること。2、入札の実施については経済産業大臣の判断基準を明らかにし、調達価格と算定委員会で入札が適当と判断するに至った審議経過を明らかにするとともに、まずは対象を大規模太陽光発電に限定し、入札の効果に関する検証を行った上でその結果を公表すること、また地域主体の事業者など幅広い事業者が応札することができるよう運用の工夫を行うこと、3、我が国の国際競争力の強化を図る観点から電力多消費産業への賦課金減免制度を確実に維持し、真に必要な産業を現行と同様の措置を受けられるよう制度設計を行うこと、4、再生可能エネルギー発電事業の適正な実施を担保するため、すでに運転開始している案件も含め、地方自治体とも連携しつつ、安全規制や立地規制などの
他法令の遵守の徹底や認定情報の公開に取り組むこと、特に太陽光発電設備については安全上の問題に対処するため、認定基準や関係法令の遵守状況等の観点で不適切な事業者に対しては認定の取り消し等厳正に対処すること、また安全管理上の事故が発生している太陽光発電設備の保安規制については公衆安全並びに作業安全を確保する観点から強化を図ること、5、風力、地熱、中小水力、バイオマスといったリードタイムの長い電源については導入が十分に進んでいないことから実態を踏まえた上で複数年度にわたる買取価格の設定を行うとともに環境アセスメントの短縮化などの規制改革、送配電事業者への系統接続の早期化などの環境整備に取り組むこと、6、電力系統の整備のあり方や費用負担については系統整備コストの負担に留意しつつ諸外国の取り組みを参考にさらなる検討を行っていくこと、さらに再生可能エネルギーの効率的な導入の観点から地域間連携線運用ルールの見直しや系統利用情報の随時開示も含めたさらなる開示等の検討を行うこと、また系統への接続について経済産業省と電力広域的運用推進機関が適切な監視を行うとともに再生可能エネルギー発電事業者に対する不当な接続拒否が発生しないよう基準を明確化すること、7、再生可能エネルギー発電事業者の予見可能性を確保する観点から国が出力制御の運用についての考え方を示すとともに出力制御の状況について監視し適切な情報開示を行うこと、8、再生可能エネルギーの最大限導入に加え分散型エネルギーの導入促進や地域活性化への貢献の観点から再生可能エネルギー熱未利用熱の利用への支援や自治体による分散型エネルギーシステムの構築に向けた取り組みの支援を抜本的に強化すること、9、新たな認定制度への移行にあたって旧認定の取り消しや復興を含む執行を認めた認定判断はすべて政府の責任において行うものであることに鑑み、関係事業者及び国民各層に対し改正内容の説明を丁寧に行うこと、また買取義務者の変更にあたっては経過措置により新旧制度併存されることに伴う関係事業者の負担に配慮すること、10、今後の固定価格買取制度の詳細設計や運用にあたっては公平な競争環境の確保を図るとともに再生可能エネルギーの増加と電力安定供給の確保を両立するため調整電源の固定費回収等の課題について検討を進めること、11、2019年11月以降に買取期間が終了する住宅用太陽光発電、太陽光電源については当該電源がエネルギー供給の一翼を担う自立した電源として長期安定的な発電を継続していくことができるよう必要な処置の検討を進めること、12、今後の再生可能エネルギーの導入拡大の下でエネルギー間の公正な競争環境を確保する観点から再生可能エネルギーの導入がエネルギー自給率の向上や環境負荷の低減など国民全体の利益につながる点を勘案し電気の使用者のみが費用を負担するのではなく広く負担することも含め費用負担のあり方等について検討を進めること、13、本制度を導入した諸外国においても近年は課題が顕在化する都度適宜制度見直しを行うことで国情に応じた再生可能エネルギーの支援制度になるよう努めており、我が国においてもエネルギーミックスの達成状況も確認しながら、不断の検証を行い、必要に応じた見直しを行うこと、以上であります。
付帯決議の内容につきましては審査の経過及び案文によってご理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略をさせていただきます。何卒委員閣議のご賛同をお願い申し上げます。終わります。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案に対し付帯決議を付すことに決しました。お諮りいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。この際林経済産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。林経済産業大臣。ただいまご決議のありました本法案の付帯決議につきましては、その趣旨を尊重してまいりたいと考えております。次回は来る13日金曜日午前8時50分理事会、午前9時委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。